にちは、山ちゃんです。くまちゃんです。よろしくお願いします。はい、今回はルーシックフローリングについてご案内したいと思います。この製品は2024年の3月受注開始しております。うん、待望のグレージュフローリングですね。もう本当に待ち構えてました。わかる、グレージ系のさ天然木ってうちの場合グラディエンテフローリング。じゃあまずドゥーシックフローリングのドゥーシックってどんな意味、はい、あ、それは発音からいく。いいよ、任せる。ドゥーシック地味にうまい。マグモザ地味にうまい。ドゥーシック地味にうまいね。うん、うまいでしょ。ムカつく。意味はあんでるところで、あの粋で上品なっていう意味があるそうですね。スノーフラッセー、はい、が本当になんか白っぽい綺麗な名前ですね。ね、かわいい。スノーミルキーだよね、ちょっとね。ミルキー、スノーって書いてるやん。雪、なんかこうまろやかな、アイボリー系ね。あ、そう、アイボリー、これはでも、これはあの短パンがアッシュ。そう、アッシュ全部そうだよね、アッシュで。全部アッシュですね。今こういうの白とかね、結構引き合い多いですよね。子供部屋とかにも多い。ああ、いいですね。かわいいですね。あ、これそうだ、うん、追加してる。3P なんだね。3P ですよ。トレンドもね、あの山ちゃんみたいにいつまでも 2P ってね、幅広い。最近実はこの3ピースの引き合いが多くて、じわじわ来てるんだ。じわじわ来てるんですよ。へー、次はじゃあオレグラッセ。オレグラッセ、これちょっと茶色っぽいんだね。うん、あ、でオレなんだ。オレって何？カフェオレってこと？あ、カフェオレのオレ私のオレかと思った。そっち、オレってやつ。オレオレグラッセ。こっちはミルクコーヒー。まあミルクコーヒーだね。うん、コーヒー牛乳って言わないんだね、世代的に。ミルクコーヒー可愛いね、これ。で今回全部可愛いよね。あ、そうなん、ほんと可愛らしいね。オレグラッセまろやかなんだよね、色がね。うん、スイートグレージュ。あ、グレージュ、ね、またいいね、スウェート。これさ、めちゃくちゃ綺麗だね。これまさにグレーなんだね。うん、綺麗なグレーだよね。明るけの赤、ね、明るけって明るめのグレー。あの最初冒頭にさ、うん、グラディエンテフローリングって言ったじゃない、うん、本当にこういうグレー系あるけど、うん、まああっちはすごい素敵だけど、うん、お値段がね、あ、お値段も素敵でしたっけね。そうどうしてもね。そうですね、ちょっとこっちは、はい、あのグラディエンテよりは低価格、はい、そうですね。手が相当手頃だと思います。そうだよね、はい、だからグレー系が伸ばせなかった方に、はい、そうですね。あ、ミューグレージュ。ミュー。ミュー。ちょっと濃いめですね。濃いめだね。ミューグレージュ。夜明けのミュー、君が泣いたってやつでしょ。よく知ってるね。さっきのグレーより濃いね。うん、シックな。そうだね。ドゥシック。なんて。ドゥシック。可愛いね、これね。うん。なんかどれも優しくて。せっかく持ってるのに後ろ見る。白、ベージュ、グレーってね、この今回あの我々ちょっと天然木でやっちゃいましたけどね。あ、そうだよね、うん、もう工場の方々からもう非難豪豪ですね。大変だよね、こういう色差しって。難しいんですよ。一般的にはシートが多いですね。そう、シートがやっぱ主流でしょうね。均一なグレーをね、どのピースも同じように色出ししようと思ったらちょっと困難なんで、ありそうでないんですよ。そうだ、メーカーもやりたいのにやれないっていうね、ちょっとジレンマがございまして、やっと、生田さんをチャレンジしましたね。着色のね、プロフェッショナルの方が、はい、そうなんですよ、頑張って色を出してくださって、これはもちろんエアウォッシュ。あ、名前はドゥーシックフローリングだけど、うん、あの、なんだろう、製品自体の感覚的には名簿クロアラスティックの、うんうん、3P と同じような感覚ってことですね。姉妹かな。そうだ、姉妹だね。姉妹だね。姉妹。どう、なんて言われる？あ、評判？うん。めちゃくちゃいいんですよね。サンプルを見ていただくとですね、いいじゃん。上品じゃん。粋じゃんってそのままですけどね。ええ。すごい綺麗だよねっていうふうに言われますね。やっぱ皆さん天然木系のグレーを、グレー10を、ないもん。求めてらっしゃったんでしょうね。シートじゃんねっていう感じだったんだろうね。シートもいいのはいいんだけどね、表情が決まっちゃうからね。そういうこと、どうしても、そういうことで、
それなんだ。スノーと、あ、これはで、なんかスノーとスイート。もともとこのグレー系を作りたかったから始めてるわけだから、ただスイートグレージュは本当は一番人気であってほしいカラーだから、スノーブルース人気なんだ。結構だから白ね、また復活気味だから。ルーシックってさ、もちろん木目の表情ちゃんと出てるけど、そう出すぎてない感じ。そこなんですね。絶妙なこうクマちゃんっぽいね。木目がね、綺麗だよね。木目だってさ、もともとさ、その着色したフローリングを作ると、こう色がのぺっとしちゃったりして、木目が死んじゃうから。そういうこと。だから、グラディエントみたいな染色を取り入れてるじゃないですか。うちもね、技術がこうどん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 こう上がってきて、やっと着色でもここまでの木目を出せるようになったんですね。そうですよね。これ我々ね、あのやっぱクマちゃんのようなこのプロね、プロが見てもおー、よくここまで木目出したなって思いましたね。ライトからグレー、ベージュ、だから優しい色ですからね。またこれも家具とか建具とか選ばない、ね、有用なカラーリングですから。ニュートラル。そう、ニュー、そうそう、ニュートラル、そう。貼り分けもいいかもしれないですね。あ、そうだよね。ですね。今日の笑顔なんでそんな気持ち悪いの？はい、じゃあこんな感じで、はい、簡単ですが、はい、紹介は以上になります。ホームページから、はい、カタログだったり、こういったサンプルの請求をいつでも、はい、1メートル角の、はい、いつでもお待ちしております、はい。今日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。生田チャンネル登録よろしくお願いします。いいですか？いいですよ。ではまたお会いしましょう。お会いしましょう。バイバーイ。